はい、あの題名だけでも。おお、すごい。お、すげえ。形で、あの本当に前編もうほぼ出てきてる舞台は宇検村。しばらくして沖縄から対馬までで家族を亡くした人たちが海岸を訪れるようになった。海に手を合わせて遺骨や遺品を引き取っていった。ちょっと真ん中に出てきた語り部のおじいちゃんなんですけど、うん、大島さんのモデルにちょっと書いていただいて、はいはい、それでいろいろお話を聞くというお話になっています。あの文字とか、あのいろいろあのお話とかも聞く中で、やはりあの紙芝居というのの、あの使う利用するというか使うということで、はい、でも子どもたちに一番伝わりやすい、あのこの対馬のことのが描かれてるなと思ってですね、はい、あれはもう本当に最高ですね。総トン数6754トン、学童疎開船として昭和19年8月21日午後6時25分沖縄の長生きをして、あの本当長生きしてください対馬丸のね、うん、ことを引き継いでね、うん、この戦争の無謀さと、うん、平和の尊さというのを、これは長生きをしていつまでも子孫にね、あの世に語り継いでいかんじゃならなと思ってるところです、うん、はい、集落の方が上からまた見て、奄美の人々にね、あのこう沖縄の子供たちが助けられ、あるいは弔われるということをですね、ぜひ沖縄のみんなが知って、特に行政の人たちがですね、あの近くしてもらいたいなと、未来永劫そういう人たちが時々、うん、まあ年に1回できたらいいんですけどね、そういう場合を訪ねてきて、この慰霊碑を中心にして交流を深めていただけたらと思います。